ターザンババ様の運極のお友達、ターザンババ様の運極のお友達、運極のお友達よ。ターザンババ殿の運極のお友ラジオ。皆さんこんにちは。始まりました、ターザンババ殿の運極のお友ラジオ。番組をお届けするのは、少し愛してでも長く愛して、ターザンババ殿です。よろしくお願いします。そして番組アシスタントは前回に引き続きこの方です。はい、モンストの中の人、竹ちょりです。よろしくお願いします。天然サイクロン竹ちょりさんです。はい、天然サイクロン2回目ということで、番組の雰囲気も慣れてきたと思うんですけども、いかがですか？そうですね、まあこのラジオというのも初めてだったんですけども、本当になんか運曲作ったりとか集会の時に本当に一緒に聞いてて、結構聞きちゃう、もう話にね、そうそっち側に行っちゃうの、ね、行っちゃうのでなんかっていうぐらいすごいインパクトのあるラジオを自分もなんか今回こうアシスタントとして担当させていただいてて、すごく貴重な体験というか、すごく楽しい時間です。本当に、やっぱラジオということで、あの画面見なくて済むから、あ、そうですね、本当にそういう運曲の、ね、作りのお供にね、いいんですよ。いや本当耳が癒されますと、はい、活用してくださいお願いします。さすがにもうね4回目の配信なんでね、もういないとは思うんですけども、万が一ね、初めてラジオを聞くストライカーの方がいた場合に備えて、番組内容の説明をお願いします。このラジオはまだ運営が出会っていない新進気鋭のモンスト YouTuber でしたり、声優さん、アーティストさんといったさまざまな業界のモンストストライカーをお呼びしてお話を伺っていく番組となっております。次戦他戦問わずね、出たい方もねお待ちしてますんで。そうですね、はい。そして今日のゲストも次戦きっかけで決定したというふうに聞いております。あら、前回も言ってましたもんね、はい、実践でどんなゲストが来ていただけるのか、はい、まあ、番組ではゲストをお呼びするだけでなく、いろんな企画だったりコーナーもやっていきますので、ぜひ最後までねお楽しみください。それではターザンババ殿の運極のお友ラジオ、目指せ腹筋板チョコバレンタインでスタートだ。ターザンババ殿の運極のお友ラジオ、それでは早速お呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。見たまえ、内なる邪悪な獣、それこそが人の本質なのだ。全部捨てちまえ。どうも、ジキル&ハイド役の牛木正人です。やったすごい緊張しました今にないですからね、そんな言うタイミングね。いやいや、本当に本当に、あのジキル&ハイド その収録した時以来です貴重な、めっちゃ貴重じゃないですか。貴重な生 SBS ボイスいただきましたけどね。ゲストは声優の牛木正人さんです。よろしくお願いします。声優としてご活躍の牛木さんは、今ね披露させていただいたジキル&ハイドをはじめ、幸福の王子、孫悟空、そしてね落ち武者とモンストでも本当にたくさんのキャラクターを演じてくださっております。はい、本当にありがとうございます。いやね、こう新キャラのボイスというか、新しいボイスをこう収録させていただくと、ついついこうエゴサーチ的なことをしてしまいがち。多分モンスト声優みんなやってるとは思うんですけど。あ、そうなんです。まあそのね、フラッパの時のジキル&ハイドの重心抱えでこうどうかなと思ってでも概ねちょっと好評な、いやだかっこいいねいただけて、ね、本当に本当に。そっち側もね、ジキル&ハイドって、まあ、要は2人いるわけですから。そうですよ、はいはいはい、だからそっち側も牛木さんなんだなっていうのが、そう、あの高い方ね、100ハッハーの方ね、なんか結構意外と知られてないそうそう、1キャラに込められてるからね、いろいろ、ね、すごいですよ。なんか分からないんだったら逆に嬉しいかなみたいな、ね、それはそれではい、はい、演技力のねいやいや、そんなそんな高さを、はい、ということで、まあ、こんな会話の流れからね、まあ、はい、今リスナーさんの中には、あれ、なんかババ殿さんのゲストに牛木さんみたいな、とか、まあ、牛木さんは声優だから水田さんのラジオのゲストなんじゃないみたいな、ってね思ってる人がいるかもしれないんですけどもまあここで、まあ僕からはっきり言わせていただきますけども、関係ない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 から、まあ、あのね、そうなんですか。そうなんですよ、あのこのターザンどうぞのね、運極のお供ラジオは、はい、まあ、呼びたいゲストがいればもうじゃんじゃんキャスティングしていくんで。なるほどね、はい、
だから今回牛木さんが積極的にゲスト出演の立候補をツイートとかでねしてくださったということで、そのツイートを見てなんとすぐにラジオスタッフが動いてキャスティングしてくださってっていう。ありがとうに、こちらこそありがとうございます。まあ、一応聞きたいんですけど、牛木さん的には、今回のキャスティングどうでしたか。ミネタさんじゃなくて、僕の番組っていうのは意外でした。あ、ちょっとそうですね意外だった。まあでも何より意外だったのが、オファーが来たのがその、事前のツイートっていいんですかね、1回目の配信がされた後に感想と一緒に、あ、ゲストって事前でもいいんだ、じゃあって手を挙げたら、次の日にオファー来ました。すごいな。めちゃめちゃびっくりしました。はいやーと思って、ありがとうございます。はいやーって。みんな大至急手を挙げた方がいい。そうですね。もう出たい人ぜひ今すぐツイートするんだ。そんなスピード感で出れるんだ。すごいですね。はい。ということで、牛木さんは声優なんでね、やっぱミネタさんとは仲がいいと思うんですけども、全然ね交流ありますから。あ、そうなんですか。はいはいはい、交流がある関係なんですか。交流がありますから、まあそのなんかまんざらじゃないみたいな関係ということですので、全然ありますから。2人のこれから語っていただければと思います。はい、はい、早速牛木さんの、モストで、たくさんされてると思うんですけども、モストについて聞いてきますか。あ、はいはい、なるほど。じゃあモンスト歴、やっぱりそこはね、気になりますよね。歴で言うと確か7年半ちょっとぐらいですね。最初僕ガラケーからスマホに乗り換えるも結構ためらってた人間なんだ。なるほどそうそう、乗り遅れてたんですよね完全に。はいはいはい、でそのちょうど多分モンストのその声優のオーディションを受ける時ぐらいに始めたと思います。へえ、はい、なるほどなるほど。9周年ですもんね。そう、9周年ですよね。半分以上は共にしてますね。そうですね、そう考えるとすごい長いことやってるんだなと思って、今改めて感じましたね。楽しんでいらっしゃると。はい、楽しんでます。そして、ミネタさんのラジオでフラッパに出たいというアピールをして、見事出演決定という。そうですね。あ、じゃあフラパに出たい牛木さんでもあったってことですか。いや、多分これは僕だけじゃないですね。モンストに関わってる声優みんなが出たいです、ね、夢の舞台だったので。確かにね、もうミネタさんからの圧はねいつも感じますけど、みんな出たいってなってる。みんな出たいですよね。まあそれはそうですよね。はい、あとはどれいこうかな。ちょっとなんかフラパの裏話とか聞きたいな。裏話。ああ、ラッパの裏話。いや、なんか、これもう俺から言うんですけど、大体重心化とかが発表された人って、いや、お前知ってたんかいってみんなから言われる。あ、漏れなく言われました。お前隠してたなみたいな。確かに事前にね撮ってたりしますから。なんか大体裏の通路とか歩いてる時にあーって言われる。みんながあね、牛木さんも言われてましたよね。言われましたね。言われたんですね。言われましたし、なんかねすごいこう知ってるのを誰が知ってて誰が知らないかを知らないんですよ。ああ、なるほどね。そのミクシーの方々の中でもどなたが知っててどなたが知らないかも知らないから。なのですごい探りを入れられてる感じがするんですよ。全部の言葉にね。確かにね。だからこう控え室がミネタ君とちょっと一緒だったんですよ。はい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 、で合間にモンスト一緒にやったりしてたんですけど、はいはい、受信が誰をするんだろうねとか言われたりするとうんってなって俺だけど。いやー、さすがになんか順番的にソロモンとかじゃないのみたいな。ごまかしごまかし。なるべくそこに当たらないようによって避けていくみたいな。いや楽しみだろうみたいな。下手くそな口笛吹いてみたいな感じで。あとそうだ、ペンペンさんが以前からジキル&ハイド好きって、言ってくださってたから、これはチャンスだと思って、ぜひ一緒に写真を撮ってもらおうと思ってたんですよ。でちょうどなんかその1日目の廊下ですれ違った時に、あ、今だと思って、話しかけたら時期はいつするんですかって言われてってなって。さらっとね。もうずっと待ってるから。そうそうそう、キャラですからね。めちゃめちゃ楽しみにしてるんですけどって。ああ、言えないならいいっすって言われて。いや、言えるかいと思いながら。はぐらかしながらで写真撮ってくださいって言って、で約束したんですよ、はいはい、あ全然いいですよって言って、でそのじゃあせっかくだからその発表があった後のニュースの後に、きっと喜んでるであろうペンペンさんと一緒に撮りたかったんですよ、はい、
そしたら、はい、メンバーさんニュース始まる前にもう帰られてたって動画あるから、自分の動画とかもあるから大体いないのよ、うん、エンディングいないですもんねいないんだと思ってでも後からそのテンペさんの配信をアーカイブで見て、はい、あすごい喜んでると思って、あよかったです、ね、そこはねほっとね写真撮れなかったけどみたいな、はいそうだから控え室が YouTube やってる人とか、まあ、動画出てる人とかと声優さんでちょっと違ったんですよね、別そうでしたね、はいはいはい、なんであんまりそっちの空気はねあんま分かってないんですけど、そうしかも一応なんか感染対策のためにあんまりその、うん、そうそう、ね、楽屋みたいなあんまりやめてくださいみたいなやんわりとこうたまにそうだから出演が被ると廊下ですれ違うみたいなああーってなりますよねってなるっていうね、うんうん、そうでしたね、本当にそういう感じでしたよね、はい、うん、ミネタさんの話ちょっと聞いていいですか、はい、ミネタさんってどういう人、その牛木さんから見てミネタさんってどういう人なんだろうみたいな、そのあえてそのミネタさんがいないところで今言ってほしいんですよ、はい、今いないんで、ミネタさんのところゲストいたらミネタさんいるから、なるほどなるほどそうですね、まああのこれは彼の営業妨害にならないといいなとは思うんですけど、はい、まあ、かなりラジオでは頑張ってるなって思う、はい、頑張ってる一番きついわ、いやいや番組ではあかもしれないですけど、はい、すごい真面目な子なんで、あ、はい、めちゃめちゃ頑張ってますし、うんうんうん、でだからうーん多分すごい自分の中でかなり殻をぶち破ってるんじゃないかなって、いや分からないです、僕に見せてたのが実は違うミネタだったのかもしれないですけどね、はい、あれが本体かもしれないんですけど、ね、ラジオ側がリアルミネタかもしれないです結構僕の思ってたミネタ君とは違った印象がありますね。でもどんぐらいのお付き合いなんですか、そのミネタさん。ミネタ君とその専門学校で同じクラスだったんですよ、はいはいはい、なので 7,8 年の付き合いになるんじゃないですかね、じゃあ本当モンストとモンスト歴ぐらいで、いや本当に本当に本当に多分ミネタ君の方が半年ぐらい早くモンストの声優に選ばれてるはず、あそうなんですね、はい、なので、まあ、彼の方が先輩には当たるんですけどそうなんですね、モンスト先輩みたいな、そうモンスト先輩ですねそうなんだ、いやでも新鮮な殻を破って新鮮っていうか、まあ、俺もなんとなくはなんとなくはあるけどなんとなくはミネタ君バレてた感じたのですよママゾンさんも、はいはい、頑張ってるミネタさんねミネタさんのラジオにゲストとして出た時の感想とかあります、そんなあのミネタさんを見てみたいな、そうですね、一応なんか彼的にもその冠番組っていうんですか、名前のがついた番組って初めてだったらしくて、はいはい、でそれのゲストに同期で出させてもらえるってのはすごいなんか感慨深いというかなんかこうおーみたいなお話をいただいた時はびっくりしましたし、まあすごい楽しかったですね、で2人でね一緒にモンフラパに出たいって言ってたら両方ともまさか出るって思わなかったので、それはすごいなんかなんすかねクソデカ感情っていうんですか、彼の言う確かに言うかもよくなんか最近言ってるなと思うんですけど、結構こういろんな感情が渦巻きましたね、いいですね、でも秋山さんとか例えばトケシさんとか、はい、青柳さんとかもこれも一応同期っていうことなんですか、秋山さんと青柳くんと僕とミネタくんは同じクラスでしたね、あそうクラスが同じ、もう同じだった、もうクラスも同じでした、でトケシくんだけ別のクラスだったんですけども、はいはい、同期で、あだからその頃から結構なんか仲いいとかっていう感じなんですか、いやでも結構あの頃みんなそのプロデビューする前みたいなちょっとこう、はいはい、なんだろうギラギラしてたというかそれぞれみんなね、いやあのそれ見たかったな、そうモンストの初期の頃って、うんうん、そのキャラクターに選ばれるかどうかってもう実装されてみないと分からなかったんですよ、あそうなんですそうなんです、あの収録兼オーディションみたいな感じで、あだから僕もそのいろんなキャラの声実はやってるんですけど、うんうん、まあトケシ君とミネタ君に勝てない、あ俺もやったのにミネタさんのやつになってるみたいな、そうそう、うわ僕じゃないってなるっていうその多分向こうもあったと思うんですよねお互い、あなるほどね、別に仲悪いわけではないけどどっかこうクソーみたいなのあったと思うんですね、これ俺になってるけどカッチはなってないわみたいな、うそ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 ういうなんか自分の中での、はい、はい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 、そうなんだそうなんだ
いや実はそうだったんですよ。いやでも俺なんか難しいなって思って、その例えばアニメに出てもいろんな作品本当にいっぱいやったら確かにいろんなキャラあると思うんですけど、はいはいはい、そのモンストってそのセリフがそんなにめっちゃあるわけじゃないのそうですね、はいはい、でもめちゃくちゃいろんな、ね、キャラクターで表現しなきゃいけないじゃないですか、ええ、でもそういうのなんか大変そうだなと思って難しい。いやだからもう本当になんだろう、自分の中の引き出し全部こうなんかかき集めて開けて、もう自分今の自分にできる、なんだろう、今だったらこれしかできないけどこれ全力でやるみたいのをひたすらやってた結果、はい、落ち武者で歌うっていうのが後々起こるっていうまさかの事態まさかの自分の中でかなり無理して頑張った結果、はい、やっと掴み取った役なんですけど、はい、この役で今度歌ってくださいってなってえっと思っていい引き出しだったんでしょうね。やばい素晴らしい引き出し分けて、確かにでも開けてみたものの自分も驚くみたいなこれあこれハマったんだみたいなありましたありました。すごい、だからすごい多分みんな結構相当もう必死に、はい、開けて開けて開けてなんもねーみたいなたまに同じ引き出し開けてそうだもん、ね、あれってなんもねーっつって現場でこうどうにかひねったのがなんかうまいことハマったりとか、そういうのもあったかもしれないですね、もしかしたら。収録の裏話みたいなあんまり聞けないんで、ね、いやすごいね、すごくいいことを聞けました、うん、本当ですかその実装されてから自分のボイスが知るっていうところもすごいですよ ね、 なんだろう、実装されてもこれは果たして僕なのかみたいなのも結構あるんですよ。あの結構クリーチャー系のモンスターっているじゃないですか。あ、はいはいはい、あの僕多分バジリスクとか多分やらせてもらってるんですけど、実は、はいはいはい、僕かみたいな聞いてあん、うん、みたいな自分でも分かんない、自分でも、あで後々言われて、あこれ僕だったんだへーみたいな思ってそうなんですよ、結構じゃドキドキなんですね、実装されるまで。いや本当にここからあのお二人のその馬場園さんと牛木さんの関係についてもちょっとお聞きできたらなと思ってまして、もうマブですよそれは。あマブマブはいはいいや本当にカレーも食いに行ってますから、本当に大島さんのところに一緒にね写真にも撮られてて、はい、でもあれって確かなんかもうその寸前、その何日か数日前ぐらいにそのなんかいろいろね、秋山さんとかそれこそミネタさんとかと話してて、はいはいはい、でカレーに行く流れになったっていう、はい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 、そうそうそう、ちょうどミネタ君と、うん、その大島さんのカレー食いに行きたいんだよねっていうのをミネタ君に言ったら、うんうんうん、あ俺今度大島さんと行くよって言われて、はいはい、えいいな行きたいって言ったら、あ来るって言われて行く行くそうそうそうって言って、だからメンツ的にはだからペンペン、ミヤボーで秋山さん、ミネタさん、牛木さんみたいな、めちゃくちゃ豪華な集合写真でしたよね。そうそうそう、そういう感じで、でも俺もそんなに増えると思ってなかった最初あ、最初だからその、まあ、このね、うんうん、特別版でもありましたけど、あのユミちゃんが呼ばれなかったんですけどみたいな、うん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 、連れていくっていう、一緒に行こうってなったのに呼ばれてなかったんですよってなったのは、そういう結構大人数になったんで、はいはいはい、ちょっとやばいかな、その大島さんの店のキャパ知ってたから、あーもう事前にこれ大きくないんですよね。そうそう、でもそんな人数で言ったらもうなんかテーブルがガッチャンガッチャンだね、もうはいはいはい、はい、だからお店側にも、ね、他のお客さんにもちょっと迷惑かかっちゃ う、 う、ね、だからちょっともうこれじゃ無理かなって思ってちょっとっていう話ですでもまあ今後また刺身さんとかともね、はい、一緒に、いやでもそれはもう話しつけてるんです。あもうちゃんと、おお、はい、ついてます。ゆみちゃん姉さん、またあのミネタさん入ってるんだけどあれあれ誘われてないな。いやちょっとちょっとキャパ的にどんどん同じようになっちゃうから、キャパ的に無限に無限に私も私もなるからそんな私も行きたいですってなっちゃう、なっちゃうから、大人数になっちゃいますからね。そうなんですよ、さっきもオンゾロでもないと言ってました寂しい気持ちになっちゃいますねそういうね、いやでも、まあ、あ、まあだから逆に大島さんのカレー屋がそういうなんかね、こう誰かとちょっと飯を食いに行くための口実になるという、ああいいですよね。でも美味しかったですよ、ね、美味しかったです、美味しかったです。そうそうそう、本当にペンペンさんとミヤボーさん2杯食べてますからね。そう2杯、いやだから1回そのまあ俺らが若干ちょっとやっぱ席的な問題もあって入るの遅かったんだけど、はい、普通にあの1杯分食って、はい、でなんかみなんかペンペンもそれ美味しそうだねみたいなそうそう、頼んでない方を見てみたいになってでもう一皿頼んで、でもちゃんと全部食ってんの、これ全然もう一杯普通にいけるなとか言って、そうなんですね。で俺もえ
マジで普通のサイズ2杯いくのって思って、うんうん、大丈夫とか、ね、そうそう言ってたんだけどでもちゃんと普通に2人とも食ってるっていう、大島さんも、ね、めっちゃ食うやんって言いながらちょっと嬉しそうだったそうなんかいやめっちゃ食うの俺らがめっちゃ食ってたら分かるんだけどそうじゃなくてあの2人が2杯食ってるから華奢でねそうそうでもそれだけ美味しくて、ね、うん、でもこういうね交流の場にもなって、うん、そうですね、うん、感謝ですよ大島さんにはね。だからちょっとまたねぜひぜひ違うまた次のターンで何回分まで先決まんないみたいななんか有名なね料理店みたいな何ヶ月先までの予約を立てて俺がなんかそのキャスティングしていかなきゃいけないこことこことみたいな誰と誰とみたいな一緒に行って次はってこことここ危険だなみたいなあるんですかまずなら危険だいたいまあ声優さんなら声優さんでみたいな感じでね、あの合わせますから大丈夫です、はい、じゃあまあ僕の話は今したんで僕らの、はいはい、チョリと牛木さんってどういう実は、はい、お会いしたことはそのフラッパであるんですけど、うんうんうん、でも本当にそのステージが違ったりとか、そうですよね、お互いなんかこう全然会う機会がなくて、はいはい、実はお話しするの今日がほぼ初めてみたいな、いや本当初めてほぼというか初めてですよね、初めてですよね、ですよね、でもまあ、あのね、うん、いっぱいツイートとかでモンストのしてる背景とかをすごい見させていただいて、うん、はい、すごい先の方までクリアが早くて、いつも結構参考にしてたから牛木さん終わってると思って、そうだね、私も頑張ろうと思って刺激を受けて、あ、本当ですか、本当にまあそうですね、なんかお互い一方的には知ってるみたいな、そんなことですよね、なるほど、そなんか初めて会った気はしないみたいな、そうですねなんかでも遠くもなく近くもなくみたいなところで今でもこうやってねお話できて、はい、すごく機会がねなかっただけで、そうですそうです、今がその時だと、いや本当 いい機会を作ってくださって、こちらこそありがとうございます一緒にね、まあ、カレーもババゾンさん含めてだからあ、じゃあ竹ちょり牛木さんのターン作るんだけど、そう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 このお友ラジオの、はい、メンバーね、そうですね作っていただいて、また一緒にモンストとかもね、うん、これからできたらなって、あ、いいですね、何て言うんですか、手伝ってほしい牛木さんにねあ、ぜひぜひ、いや本当にっていう感じですかね、はいはい、今後もいろんなイベントとかでまた、うん、一緒に共演できたらなって思ってます、はい、よろしくお願いします、お願いしますまあね、いろいろ牛木さんにお話伺ってきましたけども、ババゾノさんいかがですかね。逆に俺もさ、なんかあんまりそれこそカレー屋ぐらいしか機会なかったし、そうやっぱ控室もやっぱ違ったって話なんですけど、はい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 、そうだったんで、ちょまたカレーに結局話の着地点はそこなんですそうまたカレーにっていうカレー友達なんで、カレー友達、カレーフレンドとして、はいはい、ちょっとお付き合いいただければと思いますこちらこそです、はい、よろしくお願いします、ぜひぜひよろしくお願いします。ターザンババゾノの運極のお友ラジオ。さてここからはババゾノさんとゲストの方に番組が用意した企画に参加していただきます。ゲストはもちろんこの方だ。おちむしゃなどとは呼ばさんぞ。どうも、おちむしゃ役の牛木雅人です。はい、すごいっすよ。いや本当に聞き慣れてるわ。聞き慣れてます、はい、ありがとうございます。ということでゲストは声優の牛木雅人さんです。それではババゾノさん、企画タイトルの発表をお願いします。仁義なき戦いが勃発、モンストストライカー対決。これ、いやいや、これはこの後もうとんでもない修羅場になりますよ。これ修羅場になります。じゃあ説明お願いします、はい、この企画はですね、これまでモンストで獲得した累計の経験値やゲットしたモンスターの数、現在のランクといったストライカーのデータを出し合って、ババゾノさんと牛木さんが対決するという内容になっております。はい、まあ、こちらね、あのシーズン1の港さんの回でも、うんうん、あの牛木さんがゲストに来られた回にね、この企画行われたんですけども、はいはい、まあね、牛木さんの圧勝だったそうで、うん、それはちょっとやっぱミネタさんとやっちゃったらダメよミネタさんと、はい、まあ、やっぱガチ勢なんで、ね、牛木さんね。いや、そうですよ、はい、いやいや、そんなそんなそんな計算されてますけども、本当に強いのよ。いや本当にね、はい、でもね、私もね、まあ、言うてもまあね、9年モンストやってますから。9年ですよ、うんうんうん、僕7年半なんてもう大先輩ですでもそれでもまあまあビビってる結構、まあ、修羅場になるんですもんね。あ、まあ、うちもね、ファミツアップのカバンね、看板背負ってますから。そうですよ、はい、負けてられない、はい、負けてられないので今日はね、ぶっ潰させていただきます怖いよ怖いよ、このラジオ怖い
よ。いただきます、ね、怖いな、はい、じゃあもし僕が勝ったら MC 交代ということでよろしくお願いします、はい、やめときますあれあれ自信たっぷりじゃないあの結果次第ということで結果次第でいいんですかイエスとは言っていただけないまあこちら3回勝負で先に2勝した方が勝ちという企画となっておりまして、はい、牛木さん、はい、意気込みをお聞かせください。バザノさんですからね、僕もずっと動画見てたので、はいはいはい、どれほどの腕前かっていうのも凄まじいことよく分かってるので、はいはい、ちょっと胸を借りるつもりで頑張りたいと思います。いや、まあ、多分なんか物によるのよ、まあそうだね、マジでデータのね選ばれ方によると思うの、うん、じゃあこの選び方はまあそれぞれが発表するということで、はい、早速参りたいと思います。はい、第1回戦牛木さん対決するデータを発表してください。先行なんでね、オーブ数とかもありますし、はい、ランクもあるし。そうか、優勝オーブの数とかで言ったらババゾノさんはかなりいやでも俺初期のオーブ回収したからあーなるほど。でも有料オーブだったら勝てますよね。有料オーブはないんで、はい、ゼロなんで、ね、すぐ勝てちゃいます、はい、まあそれはさすがにちょっとね、はい、卑怯なので、うん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 、そうだな。じゃあちょっと絶対に勝てるかは分からないんですけど、はいはいはい、絶対に負けないのでいきたいと思います。勝てないけど負けることもない、はいはい、絶対に負けないのでいきますね、はい、天魔の古城の通算バトル突破数で、はい、うわいやもうね、いやだってこれ私だって拝見してますツイートで。牛木さん、このデータを選んだ理由を一応教えてもらってもいいですか。絶対に負けないからですいやそれどこにあるんだっけ。あの一番下の方に、クエスト戦績の一番下です。あ、これです。うわ本当だ、書いてあるんですよ。の通算バトル突破数、通算で、通算のバトル突破数ですかね天魔、今ね、ほんとたくさんのユーザーが、いやまだ今回分やってないのそんなにあそれがやばい、どうなのか、やばい。これを受けてたってあのババゾノさんは、はい、あまり自信は、って感じです、ね、っていう感じということで、うん、まあどちらが勝つのか先にね、あのデータを発表した牛木さんから、はい、お願いいたします。はい、私牛木雅人の天魔の古城通算バトル突破数は180です。完璧やん。 180? カンストです、現状。フルフルですよね、現状カンストです。フルフルですよ、マジかよ。なので絶対に負けない。なるほど、引き分けか、引き分けかしかないってことね。そうですね、はい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 、さあそれに続いてババゾノさん、データの発表お願いします。私ターザンババゾノの通算バトル突破数天魔の古城ね、うん、は64。うわやったー僕よりあの天魔の古城来てる回数多くないですかなんか1ヶ月のズレがある。3回分ぐらい多くないですかはい、ということで1回戦のデータ、天魔の古城通算バトル突破数、牛木さんが180、ババゾノさんが64ということなので勝者牛木さんとなります。イエイ、やーべーこれはもう乾杯でしょやばいしっかよ。いやここは取っときたかったので、いやちょっと待って、それはっていうことで続いて第2回戦、はい、結構ね決めるデータ大事になってきますが、はい、ババゾノさんお決めください。そうですね、あじゃあでもな、まあでもまあ多分ね何個かあるんだけど、なんかね自信がないのよ、絶対勝てそうみたいな自信が若干ないから。あいやだって今の聞いたでしょ。聞きましたよ天魔の古城180の人だいぶやってるからね。だいぶやってますよ、まあ、絞られちゃいますよね本当に勝て。そうだから俺が勝てるのは多分ね、うんうん、ただただ長いことやってるっていうことぐらいしかないねそういうなんかもう、もう何回もやってるとかそういうやつでしか勝てないから、はい、さあババゾノさん決まりますでしょうか。はい、じゃあ私は決めました。総プレイス、総プレイス、総プレイスでよろしいですか。総、はい、プレイスでいきましょう。まあ、やっぱりこの決めた、はい、決め手っていうのはこれあのそういう回数、歴というかやっぱ時間がものを言うタイプのやつであれば、うんうん、勝っているのではなかろうかという。なるほど、はい、それを受けて牛木さんいかがでしょうか。いや1年半の差がありますからねいやでも俺これで負けてたら結構やばいよ、ね、そこもってなっちゃうから相当投げ込まれてるということになりますからね。そうどんぐらいか分かんないのよ。
さあどちらが勝つのでしょうか。もしこちら牛木さん勝ちましたらもう2連勝になりますからね。はいはいはい。さあ馬場園さんデータの発表をお願いいたします。はい、じゃあターザン馬場園の総プレイ数47,483。47,483。そうでもこれまだ分かんないよね、その多いのか少ないのか。続きまして牛木さん、はい、こちらデータの発表をお願いいたします。はい、私牛木雅人の総プレイ数は69,407です。いや待ててるやん、待ててるやん。なんで一番恥ずかしい。結構違った。いや勝てると思って出して、ごめんなさい、何なら勝てんのじゃ。まあ一応ですね、今回こちらの総プレイ数ですね、馬場園さんが 47,483、 牛木さんが 69,407 ということで、はい、見事牛木さんの勝利。いや負けてんのかよ。もう2勝してしまいました。え、俺マジで何なら勝てんの。なんかどうします、もう一個頑張って出してみます。え、でもそしたらさ、でもマジで牛さんめっちゃやってるの、なんとなくツイッターの雰囲気わかるから。わかりますね。で俺がもう一個あるとすれば、運極数。運極数、いやでもね言ってんのよ多分。どうします、運極数も結構俺自信あるけど、でも上回られてる感じもある。ではちょっとね、もう2勝ついてしまったんですけども、はい、ちょっとね馬場園さんがあまりにもかわいそうな部分もありますので。かわいそうって。じゃあ泣きのもう一本ということで、はい、どうしますか。データはデータはちょっとじゃあ運極数でいっていいですか。まあこれだらまだ可能性はあるのか。運極達成数、まあ、運極達成数がランクなんだけど、うんうんうん、でも今のプレイ数で言ったらなんかランクも結構高いんじゃないかって思っちゃう。そうですね、結構差ありましたもんね。1万2万ありましたので、なんでちょっと運極達成数で言っていいですか。運極達成数、はい、牛木さんいいですか。はい、では馬場園さんの方から運極達成数データ発表お願いいたします。はい、私の運極達成数は927。あと少しで1000。はい、結構運極数ありますけども。結構ありますよ。それに受けて牛木さんのデータの発表お願いいたします。はい、私牛木雅人の運極達成数は923です。危ねえ、危ねえ。ということで運極達成数ですね、馬場園さん927、そして牛木さんが923、惜しくも4対3。4対ということで馬場園さんの勝利ではございますが、あよかったマジで。いやマジ結構ギリだったじゃん。めっちゃいい戦いでしたよ、このデータ。いやすごいっていうか牛木さんやりすぎね。よく言われます。ガチ具合が分かりますね、これで。いやすごいわ。ありがとうございます、いやでも、まあ、悔しいな、負けた。いやでも俺ふわっとでもちょっと負けるかもって思いながら言ったもん今この運極達成数も、うん、そうそうそう。いやもう本当怖いですよね、何に勝てるのか。いや本当よ。でも結構他人と比べたことないですよね、こういうのって。そうですよね。いやそうですよね。そうそうそう、なんもないんで。なんか面白そうなのありますかね。あ確かに。どうなんですかね。ちなみにランクっていくつなんですか。ランクは873です。あ、え、じゃあ違うんだ。なんか俺多分ねプレイ数とかって多分なんかノーマルクエストとかで増えてそうなんだけど、はいはいはい、そこじゃないんだ。じゃあもういろんな本当。え、ちなみに馬場園さんがこれランク1207だから。おお、圧倒的に。じゃあ言えばよかったよね。でそれさえも怖いぐらいの。いやプレイ数先に聞いちゃったから、もうビビって言えなかった。うんうん、やってんのかなってなって。でもたくさん本当集会とかいろいろされてるんですかね。結構その豪絶とかなるべく最初に頑張ってこう挑戦しようと思うとひたすら2時間負け続けるみたいなのもあったので。え、何やってることが一番多いですか。なんかショコとかやったりします。ショコはそうですね、まあ、あの今んとこ現時点で収録日時点で、はい、初攻は全部解消終わってます。あすごいすごい、終わって。へーすごい。てかストライカーナビが、あと2個っす。あめっちゃオーブン。そんな少ないストライカーナビかき集めました。え2個っていうことはこれ結構歴戦とかもやってるから。いやそうですよ、歴戦もはい終わりました。そうそうそう、ね、逆に何なんですか、はい、残り2個って。残り2個は、今日から始まった新イベの降臨キャラが本当に最先端フルフルで、ひらめきとかも終わってるってことですか。あそうですね、す全部やりました。はい
はい、すごい。でもそれはだいぶやり込んでる。素晴らしい。いやすごいですね。ということで一応こちらですね、はい、あの2勝して勝ったのは牛木さんになりますので、はい、まあ、感想の方をね、牛木さんいかがですか。いやでも結構その自分でもガチでやってると思っていたんですけどうん、うん、はい、まあ、大先輩の馬場園さんに前線できたのですごい嬉しいです。いやすごいどうでした馬場園さんは。いやこれはミネタさん負けるわこれは負けるわでもまた牛木さんとね戦えるぐらいの、はい、ね、同じレベルぐらいの人の見てみたいですけども、うん、確かに ね、 ね、いやいやいや、ありがとうございます本当ありがとうございます。まあでもこういろんな楽しみ方があるんでね、はい、それぞれのね楽しめるのが一番じゃないかなって、まあ、そう勝った余裕がすごいすごいねフォローしてくれてるいろいろありますよね。マウント取るために頑張ってるわけじゃないんで楽しんだ結果これなんでみたいな一番いいモンストの鏡ですよ本当はい、ということで以上モンストストライカー対決でした。今回はゲストにね牛木さんが来てくれました、はい、もうお別れの時間なんですけどもね、いかがでしたでしょうか。やだ今来たばっかりお決まりのそうコンサートとかでお決まりのやつお決まりのやつをいただきました。いやでも本当にあっという間でめちゃめちゃ楽しかったです、はい、ありがとうございます。本当にまだ全然本当喋り足りないんで全然足りないですね、はい、次は、はい、また京丹ではい、カレー屋さんで延長戦をそうそうよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あとね、もう本当に公式イベントとかでもねまた一緒にねあの、はい、ナイスボイスで盛り上げていただけたらと思っております。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ゲストは声優の牛木雅人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ターザンババゾノの運極のお友ラジオ。ここからは馬場園さんとリスナーの皆さんが交流する時間ということになっておりますが、まあ、今回はこんな企画を用意しました、はい、題してお、俺だってプリプリイライラする時があるんだぞ、馬場園の怒りのツボリターンズプリプリイライラプリプリイライラする時があるんだぞという、はい、まずね、まあ、先に断っておきたいんですけども、まあ、私ターザンバブドのね、まあ、自他共に認める極めて、まあ、温厚な人間なんですよ、はい、ただまあ先だってねあのモンストフリークの2022でゴージャスさん安倍さんそしてね、僕のねグループが作られそのグループ名がゴージャス動画アルファっていう名前だったんですけども、はいはい、アルファというなんかよくわかんないくくられ方をしてたんですけども、はい、別に怒ってないです。怒ってないちっとも怒ってないですで、まあ、さらにさらにあの7月に開催されたフラッパー2022の中で、まあ、シーズン1のラジオ公開収録が行われた際に、まあ、女性パーソナリティが私のねことをこう話題にするも、まあ、時間が押していたことからほとんど深掘りせずにさらっと終わらせても、まあ、ちっとも怒ってないです、はい、怒ってないんですね、はい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 、そうなんですよ、まあ、そんな僕なんですけどもやっぱ人の子なんで、うんうんうん、時にはねまあ、イラッとしたりとか、はい、まあ、文句を言いたくなることだってやっぱあるわけですよね、はいはいはい、というわけでここではね皆さんがイラッとしそうなエピソードを紹介して怒りのツボを検証していきたいなと思っております。なるほど、うん、みんながイラッとしそうなエピソードを紹介するということで、うん、まあ、ちなみに、うん、まあ、さっき温厚な馬場園さんって言ってましたけども、はいはいはい、まあ、今までに馬場園さんがイラッとしたっていうのは、うんうん、なんかどういう時があるのかなっていう、まあ、シーズン1の時にやったのは行列ができてる電車の切符売り場で、うんうん、まあ、時間があったはずなのに自分がね買う番になってからこう路線図を確認し出す人みたいな。なるほど。あれみたいなやった記憶ある気がする。そうだと上見てうーんみたいな。でもちょっと一個言い訳いいですか。あの目悪いんですよ。あ、目悪い。目悪くて眼鏡とかコンタクトしないまま出ちゃった時に、うん、結局売り場の下まで行って、うん、あーっとっていうのがあるかもなみたいな。でも結構ね並んでたりすると早くしろよとか思いますよね。ちょっと自分焦るけどね焦る自分がその立場だったら焦るあ、すいません、その心がなかったっていうのもあるけど。なるほどなるほど。とか、まあ、あとは頑張って家事をしたのに、はいはいはい、家族にやり方が悪いと言われたみたいな。あー、例えばそのこれ洗濯物の話なんだけど、はいはいはい、洗濯物干すあるじゃん、あのハサミ、洗濯バサミ、洗濯バサミがこう並んでるやつ、うん、あのがいっぱいつけれるやつですね。でそれに大体干すんだけど、はいはい、とりあえず空間を見れればいいと思ってるんだ。だからその横の列ってあるじゃん。はい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 、はい、で別にその並びに従わなくてもなんかちょっとさずれてスペースが余ってる時とかあるじゃん。はい、
そこになんかもう例えば横になっちゃってでもスッてこう干しちゃえば別に干せるんだからいいじゃんって思っちゃう。あ、感覚とか気にせず斜めとか行っちゃうとか。斜めはいかないけどなんかこう外周で行っちゃうみたいな。あ、あのタオルとかをちょっとこのくの字に曲げて90やだいや、いやでもさ別に干して乾けばいいわけじゃん。そこにさ、そのなんか美的なセンスみたいなの求め始めたらさって話じゃん。いやまあそうなのかもしれないんですけど、タオルこう曲げて干しちゃうってことですか。でもそれにね、あ、まあ、うん、はいとかねとかね、いろいろとか、うん、あとはあの3分間の会話の中で5回くらいそれなって言われるのがちょっと あそうだったなんかないんかなって、なんかそれ以外のなんて言うんだろう、それなってなんか分かってるけど、うん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 、みたいな感じに なんかあるのよ。それなってワードが結構肝なんですか。肝ですね。あーねはダメですか。あーねは、まあ、あーねは許す、まあ許す、よかったよかった。それなってだってそれなんだよなっていうのの略じゃん。ああそうですよね、確かそれ、それってなんかでも、うん、あれってなるんだね3分間私は分かってましたよみたいな空気出されるから。ああなるほどね、このそれなのはそうだよなみたいなことなわけだからさ、はいはいはい、もう言われるとちょっと、うん、温厚なバーゾンさんにもイラッと、そうそうそう、イラッとはしてないんですけ けどどうなのかなって。なるほどねそういった怒りエピソードをね紹介していきたいと思います。馬場園さんからお願いしていいですか。はい、じゃあ行きましょうか、はい、まず一発目。友達が一口ちょうだいというのでカップのヨーグルトを渡したらスプーンで思い切りかき混ぜられたこと、うん、特にソースが2層になってるタイプだと最悪って書いてあるこれやだなえ、友達に渡したら友達が混ぜちゃったってこと。そうそうそう、あ、それはやだ嫌でしょ、それは嫌だでしょ、それで帰ってくるわけですよね。そうそう、うわないですね。でも混ぜて食べたら美味しいよっていう友達の優しさかもしれない。いやこれはちょっとそのサクって取ってパクって食うんだったらさ、うん、別にいいんだけどさ、混ぜんのってなんだよなるべく接触する面をさ少なくしてほしいみたいなのないそも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 のなんていうか、そうそう、なんかなるべく当たり障りのない処理の仕方で口に運んでほしいわけ。いやまあ確かに友達とあのなんか別端から食べるじゃないですか。でこれでも人によると思うの、はい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 、家族だったりとか、あ、なるほど、ね、だったらまたちょっと感覚違うかもしれないけど、友達でしょ。友達ですね。友達がそれで一口ちょうだい、あ、いいよって渡したらグググって混ぜられてパクって食われた。お前それ一すくいパクでよかったよ、口の中でね、どうせ混ぜる、そうそうそう、これは嫌ですね。あ、じゃあよかった、じゃあ今これ共感、共感できました、得たわけね。いや皆さん的にはどうなんですか ね、まあ、ぜひコメントとかまた教えていただければ、うんまあ、カッコ勝ちのソースが2層になってるタイプだと最悪っていうのもなちょっと面白いですよね、まあ、わかるけどはい、じゃあ次いきましょうか。せっかく手料理を作ったのにできたよと言ってもなかなか食べに来ない。あ、これな。ちなみに谷口さんは手料理作ったみたいなことは。いや作りますけど、はい、友達と食べるってもね、うん、一緒に作ったりとかで、まあ、できたよっていうことがまだあまり言ったことがないのでどうなんですかね。これはでもね、あるっちゃあるわ。ありますか。俺も結構料理する方なんだけど、うん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 、やっぱりさ、あったかいうちに食うのとちょっと冷めちゃうのって結構違うわけよ。例えばグラタンとかだとさ、カレーもそうだけどさ、表面カピカピになるじゃんあの膜ができる、あれラムスデン現象って言うんだけどそうそうそうなんですね。あのね、ラムスデン現象起こり始めるのよ。はい、タンパク質が固まるっていうね。詳しいなあれがね、やっぱ良くないのよ。あ、そのやっぱ一番最高な状態で作ってる側も食べてほしいから、うん、そう、そのなんとか現象が舌触りとかが変わってきますからはいはいはい、そうな、早めに行ってほしいわけですよ。なるほどね、はい、だからそれでできたよって言っても来ないと、うん、ちょっと遅いな。そうそう、いや 今なのにな。あ、なるほどね。なんかちょっと美味しくなくなったのがその仕上がりだと思われちゃうと嫌じゃない。あ、そうですね、うん、ましてやそれでね、なんかぬるくないとか言われても、うん、お前やんってなりますよね早く来いよっていう。そうなんですよ。いや確かにお母さんとか何回もなく言うに行く親とかもいますもんね。できてるって言ってるよみたいな、ね、できてるよみたいな、うんうん、ちょっと待って、ちょっと今モンストしてるから、ちょっと待ってって、うん、それだと許される親もモンストしてる。モンストはしょうがないわいい今やってるか、豪絶やってるか、ビールあと何分みたいな。そうそうそう、いやでもまあ確かに思う人はあるかもですね。そうなんですよね、うんうん、まあ、作ってる側になるとね、やっぱりそれ感じるということでしょうね。あるんじゃないですかね、はい、はい、といった怒りエピソードもありますが、それに続いて、はい、じゃあいきましょうか、はい、ご飯できたよと言われて作業中断して食卓に行くとまだできてない。
これはどうすか、さっきのなんかこれあんのこれ反対じゃないけどでもこれは実際私分かります、あのおばあちゃん家とかで行った時に、多分向こうもその1個前の怒りエピソードと同じように、あまり来ないから、とりあえずあと盛り付ける前とか、あとちょっと5分ぐらいで終わるけど先に呼んどけばいいタイミングで来るんじゃないかみたいなので、おばあちゃんとかに呼ばれて、まあそういう時限ってね、ちゃんと行ったりすると何もない今できてるって言ったのにないですけどみたいな、そう今から盛り付けるから待ってって言われて、ほらまだ作業できたのにっていうのはちょっと私あるかもです、これ。はいはい、まあだからあれだ、もうイベントとか収録とかがある日に、うんうんうん、こいつらすごい遅刻するなって思われてるから、ちょっと早めの時間を伝えられてるのと同じだそれって感じられるんですか。いやこれ多分なんか早いなっていう、我々特にあるから俺らなんか誰、俺3人だから、はいはい、誰かしら遅いやついたりするんだよ。あそのね、みんながね、俺らちょっと早めにさば読まれてるなっていう感じがするそうそうそう、なるほどね、あるから、そういうことなんじゃないですか多分。でもそれはね、あのゆっくりしてる方が悪いから、いやそう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 時間守らない方が悪い、ね、まあ、これはね、怒りエピソードくれた人が常日頃、はい、遅いかは分かんないですけども、そうですね、早めに着いたらいいんじゃないですかね、うんうんうん、はい、はい、といった怒りエピソードもありまして、まだまだ紹介しますかね。はい、じゃあもう一個いきます、はい、コンビニやスーパーのレジに大勢が並んでいるにもかかわらず、レジの店員さんが自分のスキルに酔っていて、ヘルプが入るのを私一人で大丈夫ですと堅くなに断っているいやこれあんのこれ、いや、ありますいやまあ聞いたことはないけど、うん、でもいそうみたいなのは分かる、うん、自分プロだからさばけます、はい、大丈夫です、です、あの、僕大丈夫ですみたいな感じですかもうめっちゃ人いるから、うん、呼べよ、一人今品出ししてるけど、いや呼んだらよろしいっていうことでしょう。いやそれはあります、一旦そこ解消してから私の出したらいいのに、うん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 、なんでそこで耐えてるみたいな、確かに確かにあとなんか忙しいふりしてヘルプに入んないやつもいるよお前見えてるやん、なんなら目あったよね今みたいな、そうそうそう、並んでる人とのなんか奥の方でフライヤーやってないといやお前まずこっちを処理せよみたいな、いやありますね、ありますありますきっとね、自分のでも担当してる場所だから動けないのかもしれないですけどね、わかんないけど、それは確かにあるわ、ありますね。逆にでもそういうのが行き届いてるところとか、うん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 、なんかドラッグストアだと逆になんかこっちも先読みする、そろそろ放送で一番レジ開放お願いします、多分流れるそろそろこれ流れるぞっていうのがこっちもわかるっていう、いやこっちも並んでる、こっち側もで向こうも把握してるなっていうはいはいはいでも何なんですか、並ぶ時って本当に一気に並びません、うん、空いてたはずなのに急にすごく列になるなっていう、あでなんかコンビニレジ列あるあるは結構あるよ、ありますか、並ぶ列に別に入りたいんじゃないけど、うんうんうん、そこの棚の列に入りたいから一瞬割り込んだ感じになるやつない、なんかいや別にそうじゃないんだけど、わかりますそれ逆に私この前、え私並んでるけどって思った時ありますもん、そうでしょ、一瞬はってなるんだけど、ああそっち行くんだけど、あっちでも取りたみたいな、あるあるちょっと話がずれちゃいましたけど、 でもこれは確かにね、押、うん、してよって思うかもしれないですね、うんうんうん、これはみんなね周りが気づいちゃうから、そうですね、はい、やってほしいですね、お願いいたします、うん、というわけで、はいはい、まあ、リスナーの皆さんとね少しでも心がつながったならね、うん、幸いですけども、感想メッセージはね皆さんの怒りのツボもお待ちしておりますんで、あとやってほしい企画なんかもねあったらぜひご連絡いただければと思いますはい、どしどしお待ちしております、はい、以上ババゾノの怒りのツボリターンズでした。ターザンババゾノ、ターザンババゾノ、運極のお友ラジオ、運極のお友ラジオ、お届けしてきましたターザンババゾノの運極のお供ラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。ババゾノさんいかがでしたでしょうか。いや今日もたくさん喋りましたね。いやいっぱい喋りましたね、はい、喉カラカラなりますねこれお水が必須でございます、はい、ちょっとねぜひまたチョリも、あもうぜひぜひ来てください。またいいですか、出演させていただく機会がありましたらゲストの一人みたいな、ね、アシスタントなのに、ね、そうそうそう、いやでも本当楽しい時間をありがとうございました、はい、
さて番組では皆さんからのメッセージを大募集しております。はい、待ってます。はい、面白かったよとか、こんなことやってほしい、こんなゲスト呼んでとか、もう何でも OK となっております、はい、YouTube のコメント欄でしたりメッセージフォーム、Twitter などでどしどしお待ちしております、うん、こちら番組ハッシュタグは運友となっております、はい、運は漢字で友はひらがなでお願いいたします、まあ、そしてね今回実践できていただいた、はい、牛木さんもありますけども、うん、実践多戦に関わらず番組にね出演したいしてほしいというモンスト YouTuber の方の情報もねお待ちしておりますので、はい、気軽にね投稿とかしてくだされば嬉しいです。そうですね、あのハッシュタグのねツイートね、うん、読まれたりとかもするんで。そうですよ、はい、ラジオで読んでいただけると。俺もまあ3週ぐらい読んでるんでね3週、はい、っていうのでぜひ皆さんねお待ちしてます、はい、肩の目に留まりますので、はい、たくさんツイートとかしてください。さてはターザンドゾノの運極のお友達を次回も張り切って番組をお届けしていきたいと思います。お相手は少し愛してでも長く愛してクルメのサイクロプスことターザンババゾノと天然サイクロン竹鳥でした。せーのバイバイ。